あ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木です。スリーターンスの和歌です。さあ来ました、はい、皆様 BC ストリームが箱で言うと何箱来たんですか。さっき8箱ぐらい、8箱ありましたね、はい、めちゃくちゃ重たかった、めちゃくちゃ重かったですね。それを一回外に出して、はい、今こんなものが来ましたっていうのをちょっと皆さんにお見せしたいなと思って和歌と一緒に並べてみました、はい、さあ今回この来てる部分は、はい、どのぐらいまでに予約いただいている方にお届けできそうですか。こちらの分が、うん、ホテルによるんですけど、うん、大体2月中ぐらいにご予約いただいた。こんだけいっぱい来てるのに、はい、2月中の方にお届けっていう感じで、はい、そうです。だからまだこれ半分ぐらいしか来てない。そうですよね。そうです。うちの方まだこれ半分ぐらいなので、はい、2月末までにご予約いただいた方には多分お届けできるんじゃないかなと思います。でも見ての通りこの機種なので、あのハンマーヘッドだったりとかまだちょっと入荷してないんですよ、うん、なんでそういった部分も考えるともうちょいお待ちいただく部分もあるかもしれませんし、チューンナップ、ご予約いただいている方はここから3週間4週間ぐらいまたお時間いただいて、ね、はい、ご連絡という形になりますので、ぜひとも楽しみにしていてくださいね。はい、はい、さあ若君、はい、今年はどんな機種が人気ですか。はい、今年は、はい、やっぱりリアルも含めてなんですけども、うん、リアルも人気ですし、ラウンドですね、うんうんうん、BC の S、うん、もちろんワイドも出てるっていうのもあるんですけど、うん、下のサイズ、はいはいはい、135から143、うん、7、50、はい、この辺も選んでいただいてる方が非常に多いなという印象があります、うん、そうなんですよ。僕も開けてて思って、うん、S が各サイズすごく人気があるような、うんうん、ご予約をいただいてるんだなって思ったんですよね、うん、はい、これ2年ぐらい前、うん、半分以上ハンマーだったじゃないですか、うん、RX とか、うん、まあ、R2 とかね、あの辺が人気でしたけども、はいはい、最近ラウンドボードに皆さんまた戻ってきてる感じと、うん、フラッグシップの S が大人気の BC ストリームでございます、うん、はい、さあそして、はいはい、僕、はい、さっき中のデータ見て知ってるんです。知ってました、はい、ちょっとキャンセル出てるじゃないですか。ちょっとキャンセル出ました。はい、BC ストリームご予約いただいて、うちの店だともう4月いっぱいぐらいで全部完売しちゃったんですけれども、うん、数本、本当に数本なんですけれども、キャンセル出てますよね。数本出てます、はい、はい、なので、えじゃあっていう方は、うん、ぜひお店の方にお電話直接ください、はい、で、うちの和歌君が出て、はい、キャンセルに合う機種だったらもしかしたら今からでも手にすることが可能かもしれません、はい、っていうことですよね。そうでございます、はい、という感じで今回はですね、はい、BC ストリームこんだけ入荷しましたよっていうお知らせと、ほんと数本なんですけどもキャンセルが出てるので、もし興味のある方、ご希望の方はぜひともジョイントハウスの方にも直接お電話ください、はい、SNS の、問い合わせ DM とかだと、はい、ちょっとタイムラグ生まれるじゃないですか。生まれますね。ほんと数本で、はい、多分これ競争になる感じがするので、うん、ぜひぜひそんなところも気にしてる方はご連絡いただければありがたい限りです。はい、じゃあ最後にお願いします。はい、ぜひですね、今年 BC ストリームまだゲットできてなかったけどご検討していたっていう方はお急ぎでお店の方にご連絡いただければ、僕の方がご対応させていただきますし、これからですねチューンアップ出してもうご予約いただいている方にはお届けいたしますので、ぜひぜひお待ちいただければすぐお届けいただきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今回はジョイントハウスから BC ストリーム入荷しました、そして若干のキャンセルも出てますよっていうお知らせでした。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。ジョイントハウスの和歌でした。